学生を支援する政府の給付金対象から除外されたのは民族的な差別だとして、朝鮮大学校の学生らが日本政府に対し怒りの声を上げました。正直憤りをも超え、言葉すら出ないというのが正直な感想です。日本政府は新型コロナの影響で困窮する学生を対象に最大20万円の給付金を今年3月まで支給してきましたが、朝鮮大学校は対象外でした。朝鮮大学校の学生らは高校授業料の無償化なども朝鮮学校が排除されていて差別を受けているとこれまで訴えてきました。この問題については国連で人権問題を扱う特別報告者が今年2月、差別だとして是正を求めています。政府の担当者は7日に行われたヒアリングで、各種学校は対象外で差別には当たらないと説明しています。